こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様。今日はね、1日3時間というテーマで吉谷さんからメッセージを送っていただいたんですけども、作業的には1日3時間でもおそらくですね、独立起業されている方とか、私も隠居という形の、言ってみればビジネスをしているというふうに捉えたらですね、24時間全部が材料になってるんですよね。何を食べるのかとかね、どこへ行くのかとか、どんなものを見たのかとか、どんな映画を見たのか、何を感じたのか、これ全てネタにしてその3時間なり2時間にこうアウトプットするわけなんですよ。そう考えたらきっとこの24時間っていうのは皆さん同じように扱われてるんですよね。で、どんなにね嫌なことをやっていても、こんな嫌なことをやりましたっていう感想がですよ、商品となり集客となりっていうことをやっぱりね、早めに気づいていただいて、それをどんどん出していくことだと思うんですよ。で、私がね結構注目している動画の YouTube チャンネルに、介護士の苦しい実情みたいなのをずっとね、介護の仕事が終わったたびにヘトヘトになった体と汗だくの顔で放送している方がいらっしゃるんですよ。で、これがね多くの方の共感を呼んでアクセスが集まっているってところもありますし、運送業界で底辺労働者だっていうふうに自称している人が、今日はどのぐらいの距離を走っていくらになったかっていうのをねずっとね語ってる動画とかあるんですよ。だこういうのは多くの人の共感を得るんですよね。なぜなら多くの人が同じような暮らしをしているっていうところなんですよ。正確に言うと、同じような暮らしをしている人がその一部の発信者に集まってるってことなんですよ。で、多くの人はね情報を受け取るだけでアウトプットしないんですよ。で、アウトプットする人が多くのインプットだけをする人を集めてくれるんですよね。だからこの状態に気づくと、きっとね、お金のどういうふうに入ってくるかって、お金がどういうふうに入ってくるかっていうと、アウトプットをするとお金が入ってくるんですよ。インプットするとお金がかかるんですよ。そういうことなんじゃないかなと思います。映画にちょっと例えてみますと、映画を見る人ってお金を払いますよね。でも映画に出てる人ってお金もらってますよね。だから結局ね、 YouTube ってそういう関係なんだと思うんですよ。ぜひね、24時間をフルに使って、本当に1分か2分かもしれませんけども、その1分2分のアウトプットに24時間を全部叩きつけてみるといいんじゃないかなと思います。逆にですね、24時間生きてきて1分の放送もできない、1分の発信もできない、1分の記事も書けないってことは、それは何をやって生きてるんだっていうふうなね、ちょっとねこう背筋の凍るような思いをした方がいいんじゃないかなと思っちゃいますけども、いかがでしょうか。実際はね、1時間のコンサルに思えても、吉谷さんのその1時間のコンサルを練り上げるために10年間の超ハードな労働があったってことなんですよね。そしてたくさんの1万人以上の成功例を見てきた、失敗例を見てきたってことが下地になってますから、だからね、その1時間の労働で、何万とかいうコンサルが取れるってことは、そこにたどり着くまでにそれだけの、アウトプットなりインプットなりを繰り返してきたってことなんだと思いますけどね。本当にお疲れ様でございます。